あとはですね、クラス内でメソッドの呼び出し方なんですが、この今クラスではナンバーとガスとショーと小カがあります。で、ここでの呼び出し方、これはこの小カこっちを呼び出してるんですけど、この話をちょっと使用してます、しようとしてます。じゃあこの今カ1というオブジェクトを作成してます。オブジェクトを作成した後はナンバーとガスに代入してますんで、これ代入してますんで、これ代入されたものは基本的にここに入ってます。あとは消化を呼び出してますんで、消化は、こっちを呼び出しますんで、こっちを呼び出しますと、こいつはまたプリントして、この主張ですね、主張だったらこの内部クラス内部にあるメソッドを呼び出すことになる。こういう呼び出し方もあります。つまりクラス内でメソッドを呼び出すことができますよ、こういう呼び出し方もできます。ではこれをちょっとイメージで説明しますと、この部分なんですよね。今日はカークラスからこういう今の説明をちょっとイメージでもう一回説明させていただきます。じゃあまずカークラスにはナンバーとガースと主張と主張カがありますよね。じゃあこれをオブジェクトを作成しますと、こういうイメージになります。オブジェクトを作るとこのナンバーガースと消化が全部コピーしています。でしましたら、あとは代入しますよね。代入すると 1,2,3 と20点もこういうふうに代入されます。あとは消化を呼び出しますと、こっちを呼び出しますと、こっちではこっちを呼び出しますので、結果的に処理がされますよ。あとはですね、ディスによるアクセスなんですけど、フィールド名もそうだったんですけど、メソッドも同様にこういう書き方もいいですし、ディスをつけて自分が所属しているメソッドの場合はこういうようなメンバーメソッドの場合はこういうディスをつけて表現することができます。まあ、どちらを使ってもいいですよこと。ただディスをつけることによって、あ、これはメンバー変数だなということが分かるようになると思います。で、メソッドの記述法なんですが、ここではちょっと待ってみます。クラス外ではオブジェクトを指す変数名をつけてフィールドを記述します。まあ、このようにですね。外ではですね、こういうように使う。クラス内ではフィールド名をそのまま記述するか、ディスをつけて表現します。こういうようにそのまま表現して使う。どちらでもいいと思います。メソッドの引数について説明いたします。メソッドの引数、まあ、今カークラスにはナンバーとガース、まあ、セットナンバーがあります。セットガースがあります。で、小があります。で、この小の場合は戻り値もないし引数もありません。で、セットナンバーには戻り値はないんですけど引数がありますね、インテ型の。で、セットガースも引数があります、ダブル型が。で、この今構成になっています、カークラスには。じゃあここでこれがここにある引数のことを仮引数とも言われています。まあ名前的には別にわからないこと、直接現場に行ってもこの用語って決まっている用語ではないんで、まあとにかく引数として理解してください。値を受け取る引数で、ここでは値を渡す引数ですよね。そうすると、こっちでも下1があります。下1のオブジェクトを作成します。下1のオブジェクトを作成しましたら、そのオブジェクトの中のメソッドとか呼び出す準備ができているということですので、それを準備して、こっちを呼び出します。そうすると、1234がこっちに渡されますので、この1234のこの1234値代入されて、結局、NUM に代入されることになります。ガスも同様なやり方で呼ばれまして、代入されます。こういう形でメソッドの引数を渡すことができます。で、まあ、ここにも取ってますけど、実引数と仮引数の変数名は同じじゃなくても、つまりここの変数名は何でもいいです。 N で書いてますけど、これ任意ですので、一番ポイントになるのはこのインテ型に合わせる必要があります。ここがインテ型であれば、ここもインテ型に渡す必要があります。こっちがダブル型であれば、ここもダブル型に渡す必要があります。これは一番、まあ、ここも書いてますね。実引数と仮引数の型を一致させる必要があります。じゃあこれも同じようにですね、非常に分かりやすく、またイメージをちょっと設置で説明します。カークラスがあります。
まあ、川倉さんのノームとか小メソッドね、こういうのが全部あります。これをオブジェクトを作成しますと、こういうような形になります。全部コピーしてますよね。そうすると各自あの1234とまずセットに代入します。これを呼び出すと自動的に1234とロジックが組まれてますが、ここ書いてまず 20.5 も同様に呼び出して 20.5 代入、こういう形であの呼び出してあの処理することができます。あとは先ほど1つだったんですけど、あの2つ、まあ、複数ある場合も可能です。こういうような形で渡してもいいと思います。で先ほども申し上げたように、あのこの NUM とこの N は名前は一致しなくてもいいです。ただこの INT 型は互いに一致させる必要がありますよ。ここで DOUBLE 型は DOUBLE 型で一致させる必要があります。ここは G になってますけど、ここはカーソリンですよね。この場合名前は別にあの一致させなくてもいいです。型だけは一致させておく。でこっちで使ってるのはこっちで使ってます。でこちら G はこっちで使ってますよ。でそうそう、これで渡されて、またこっちはこっちで渡されますよね。結局こいつはここに代入することになると思います。こんな感じであの自然な処理がされますよことはちょっと理解してください。あとはですね、戻り値なんですけど、まあ、このように戻り値が必要な場合、このリターンを渡す必要があります。この型はこれと一致する必要がありますよってこと、型はね。でリターンの分の式の値とて戻り値の型で指定した値を返します。これが一応基本なメソッドの基本フォーマットになります。じゃあ戻り値を持つメソッドについて説明させていただきます。あと5分ぐらいで終わると思います。少々お待ちくださいます。でここではですね、戻り値を持つメソッドなんですけど、カークラスには今現在ノム、ノムフィールド名とガスで、ゲットノムというメソッドがあります。ゲットガスというメソッド、セットノムガスでしようという、このようなメソッド、フィールド名とメソッド名で構成されています。じゃあ、ここをゲットノムを見ると、こうイントが、こうイント前に今までなかったイントがあります。ということは、このゲットノムは戻り値はイント型で返します。つまりこれが結局イント型になることになります。じゃあこのソースコードはどうなるかというと、ここをちょっと見ていきます。じゃあ開値という変数名でオブジェクトを作成します。ということでセットナンバーカスでデータをこれ呼び出して、ね、データをアクセスしてます。つまり1234と 20.5 に今設定してます。あとはこっちで今までなかったやり方で、こういうやり方、つまりゲットナンバーを呼び出して、まずここだけまで考えてください。そうすると、こいつはここを呼び出すことになります。ゲットナンバーですよね。呼び出しますと、こっちを呼び出して、まずナンバーを調べましたことになって、あとはナンバーがあるんで、こいつのナンバーをここで呼び、参照して結果を戻してくれます。そうすると、こっちに変、ここに戻っているのは結果で1、2、3、4が戻ってきます。で、それがこっちに代入されるだけです。そういうようなやり方で使うことができますよ。じゃあこれイメージでもう一回優しく説明します。でカークラスは今こういうような構成、フィールドとメソッドで構成されています。これはオブジェクトを作成してますよね。今オブジェクトを作成しますと、このイメージ的にはこういうね、チェンボックメソッドとフィールド名を自分のものにコピーしてオブジェクトを作成します。オブジェクトを作成します。あとはセットナンバーで1234と 20.5 代入することで代入されます。あとはゲットナンバーで呼び出しますと、こっちが呼び出しますので、この中で今処理して、ここのゲットナンバーを持って、ここで持っていきます。そして123から戻っていって、こっちになります。あとはカーソルも同じような形で処理することができます。ここまで問題ないでしょうか。多分分かってない方も多分いらっしゃると思いますので、それはスタッフにもう一回ちょっと聞いてください。多分今まで結構細かく説明してますんで、多分どんどん慣れてると思います。自信を持って進めてください。こういうやり方は結構ないと思いますので、こういう説明ができればいいかなと思ってます。あとは戻り値の書き方、同じパターンなんですけど、先ほどの書き方こういう書き方もあったんですけど、直接ここでね、呼び出して表現することで表現する
場合も結果的には同じです。このテンポラリー的に変装を持たせてもいいですし、そうじゃなくてダイレクトにこっちで呼び出してもいいと思います。こういう2つの方があります。それは業務のロジック、つまり現場仕事によって変わってくると思います。で、今まで説明しましたクラスとは何かをちょっと説明しました。で、オブジェクトの作成方法、つまりインスタンスの作成方法について説明します。まず宣言してオブジェクトを作成します。で、あとはメンバーとフィールドの話をしました。で、メソッドの話をしました。で、メソッドの引数の渡し方、で、メソッドを利用した戻り値の受け方について説明いたしました。じゃあ今日ここまでなんですけど、ご質問ありますでしょうか。あ、今のところないですか。じゃあであればですね、席に戻っていただきまして、今まで今日のクラスの基本の課題、演習がありますので、それを実践でやっていきながら、また課題もやっていきながら、質問があるたびにスタッフが隣にありいますので、気軽に声かけるか IP メッセンジャーを利用してこっそり呼び出してください。では今日もどうもありがとうございました。